どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、どうぞどうぞ。さすが、藤井さん。さすが、藤井さん、すごいね。すごい寒いのにね、こんなに来ていただいてありがとうございます。やっぱり豊橋、地元ってことで。なかなかないですからね、はい、地元でこういう場があるの。いや、なかなかないですけど、地元でこの紫のジャンパーもなかなかないですよ。びっくりしましたよ。ほら、派手な男入ってきたなと思ってね。はい、どうですか、やっぱり声援嬉しいですか。嬉しいですね、もう、はい、本当に僕生まれ育った町なんで、はい、まあ、少し恩返しになればなと思ってます。はい、はいはい、でもやっぱり、やっぱり地元から中日ドラゴンズというのは結構王道というか、あ、地元の少年不満は憧れのルートでしょ。そうですね、僕も小学校の時はやっぱドラゴンズ戦しか見てなかったんで、はい、ドラゴンズっていうのはちょっと特別な思いがありましたけど、はい、まあ、それも高校前だったんで、もう糸谷慎太郎、はい、で大学からはあまりドラゴンズ戦見てなかったので、はい、まあ、あまり気にはしてなかったです。筑波大学もね。そうですね、国立だよね、はい、国立大学だよ、国立大学、はい、だから豊橋東高校ってのはなんかエリートらしいじゃないですか。そうですね、賢い人は賢いですね、はい、人によります。藤井さんは？僕は高校でちょっと学問の方見失ったのであまり賢くはなかったですね、はいはいはい、でもやっぱりドラゴンズ入って、はい、なんかもう相当重鎮ということも聞きましたよ。重鎮ではないですけど、気づいたらとおっしゃってました、はいはいはい、順番順番で言いますね。ちょっともうちょっと前の方でちょっと寄りすぎちゃってると思うんですけど、はい、野本さん、どうですか。明けましておめでとうございます。はい、はい、ドラフト1位だよ。ドラフト1位、はい、そうですね、はい、今ね、ドラフト1位の1億円の話したんですよ、はい、やっぱり1億円お悩らしいじゃないですか。どこ行っちゃった。そうですね、まあ、はい、今年も寒いですね、皆さん。大丈夫ですか。また行かないようにしてくださいね、はい、やっぱり小さい時からプロ野球選手になりたかった。そうですね、はい、でもプロ野球選手になりたくてさ、プロ野球選手になるったら大変だもんでしょ。そうですね、まあ大変だと思いますけど、はい、はい、頑張ります。あれ、もうつい多くを語らなくない、寒い、はい、大丈夫ですよ、はい、今日は武藤がいるんで、はい、じゃ武藤さん、武藤が一番分かって、はい、どうですか、ドラゴンズ入って埼玉県出身、はい、はい、どうですか、ドラゴンズに入ってみて。特にないです。ドラゴンズしかやったことない。はいはいはい、やっぱり、あれでしょ、奥高田と違ってピッチャーだから、はいはい、ピッチャーはやっぱり神奈川じゃないの。僕は、ヤシロは神奈川です。あ、前に知ってられるな。あ、ヤシロもな。あ、で、やっぱりでも、あるでしょ、プロ野球選手で投げた時に、やっぱり一番こう投げてる時に注目を浴びるじゃない。もう抑えればいいですけど、打たれたら山本もないですけど、ネガティブです、はい、発想はネガティブです、はい、これは変えていかないと。そうなんですよ、そういうとこなんですよ、すごいいいピッチャーなんですよ、そういうとこなんですよ。藤井さんから見て、どうですか、どんなところを直すとまたワンランク上に行けますかね。やっぱ、さっきもちょっと控え室で話し合いましたけど、はい、その漫画の話ちらっと出ましたけど、はい、中継ぎのピッチャー主役の漫画で、はい、自分より年俸もらってる選手にちょっとこう気が引けちゃうみたいなのがあって言ってましたけど、はい、こういったそういうところあると思うんで、はい、そういう金もらってるやつを抑えたら自分の価値が上がると思って投げるようになればもっと安定すると思うんですよね。そうですって、ゆうさんちゃんお金ください。いや、でもね、いいピッチャーですけどね、はい、泣きそうになるんで、顔が、はいはい、ちょっとね、ベンチに声かけづらいんで、ちょっとそこは本当直してほしいです、はい、でも、あれでしょ、いい時と悪い時とやっぱりあるから。もうでも、そんなに言ったらあれですかね、野手なんて、で僕ら失敗して、7割失敗してもいいバッターっていうぐらいですかね、3割打てばすごいって言われるぐらいですから、失敗なんてあった当たり前と思って、やってないんですよ。いいね、なんで、割り切りじゃないですか、ね、お、なるほど、はいはい、さあ、トムさん、どうですか、はい、寒いですね、大丈夫ですか。寒いんかい、はい、はい、結構ね、芸人は好きらしいよ、芸人は、はい、やばい、はい、はい、はい、
あのやっぱりあれでしょ、経理長の特殊なんかないでしょ。いや初めてなんで、今日も経理初めてやったんで、はい、肉と肉のぶつかり合いがいいですね。まあ、一応経理もプロの選手だからね。わからん、それで、はい、経理もプロの選手だから。そうですね、はいはい、経理はね、2300人くらいいました。あ、そんな言うんですか。さっき経理の方も会いましたけ、ね、ど、はい、お会いしましたけど、僕も親しい方いっぱいいるんですけど、野球選手が大きいですから、だからすごいなと、迫力ありますよ、はい、経理はね、今一番上が60歳。山本さんより上とですね。上ですよ、60歳で走ってますよ。すごいですね、60歳。だから結構、なんか年間35年の組なんですけど、そこに該当しなければ何年かのできちゃう。まあ、35人組になるんですか。35人組、だから70人。1300人のうちの70人。そうそう、で、新しく70人くらい入ってくる。結構、そこに入る寂しい気持ちになる。だからもう、だから60になっても入んないのは入んないし、二十歳そこそこでも、はい、終了って方はいるわけね。はい、大体高校出てからなんで18ぐらいで一番若いのは入ってます。そこはプロ野球の人じゃない。ああそうですね。プロ野球でプロ野球はドラフトにかからないと競輪、あのプロ野球選手にならないけど、競輪選手は競輪学校に受からないと競輪選手になる。で1年間競輪学校に入って、ああ競輪かわいそうなのは携帯電話持てない。ああそれ聞きました。ギャンブルなんで。あれって持てないって、そのレースの時、レースの時だから前の日に携帯電話預けて、レースが3日間終わったら携帯電話返してもらえる。それ言ってました。競艇の選手もそう。そうでしたね。野球は持ち放題でしょ。持ち放題ですけど、ちょっとそのそういう話、今ちょっとねナイーブな話なんで、ね、あんまり野球選手のそういう話は今ナイーブな問題が起きているので、ちょっと大きな声で言うとあれですけど、携帯は持ち放題ですよ。そうだね、はい、でもでもさ、いくら俺がプロ野球の選手になりたいって言ってもさ、ドラフトにかかんないとさ、なれないわけじゃないですか。そうですね、よく言われますね、東大より全然倍率が高いと。東大なんか本当にね、まあ、あと俺はプロ野球選手になるんだろうって言ってもさ、実際いくら俺は自分の前に言ってもドラフトにかかんないから、はい、それまでもね。そうですね、てか入ってたら活躍したのに入れなかった子っていうのはいっぱいいると思うんですね。そういう、そのチャンスをつかめなかったから、本当はブレーキ入ったらすごい選手になってた可能性のある子はいるんですけど、ね、ドラフトにかかった時に親とかは喜んでくれた、仲間とか同級生とか。それは喜んで、どうだ、どのぐらい喜んでくれたんだ親は。親はあんま喜んでないですけど、同級生とか同級生、はい、喜んで、今でも応援してくれてます。はい、ああ同級生、はい、どんなふうに喜んでくれたんですか。マジ頑張ってくれって、ああそれだけです。それ金狙いじゃないの。まあそれはでもやっぱり自分の同級生がプロ野球選手ってかっこいいな。まあ、今まで、ね、自分の周りにいなかったんですけど、どうなんでしょう、そんなもんなんですかね。でも結構地元の連れとかはテレビとか見てくれますけどね。それで連絡はくれますけど。でこれ活躍した時とか、でも逆に嫌だって言ってました。そういうなんか周りの人に、まあ、仲いいんだろうとか、サインもらっていいんだけどとか言われると、嫌のは嫌だって言ってました。ああそれは嫌だよ、はい、って言ってました。やっぱりもういくらなくても同じ立場だな。そうなんです。そうやって言われると仲良くねって言われますし、はい、もうもらうがないです最初から。今年でも35歳、藤井さん34、5の年ですね。あ、34の年、4が終わりました、5月で5です、ね、35、はい、この辺からあれじゃないですか、油が乗り切る時期じゃないの。そうですね、なんか僕、おかげさまで体は若手なんで、まだ気持ち28ぐらいなんで、まだ10年ぐらい頑張ります。ちょっとやってくれ、あと10年やるってよ。やっぱり大丈夫、その紫のジャンパーはできる。そうです、はい、ちなみにね、今年の目標、藤さんどうですか。今年は本当、僕は143試合フル出場できる。もうそれを第一に考えています。やっぱり怪我しないで。そうですね、はい、はい、やっぱ怪我しないのが一番だよね。
まあそうですね、イチローさんってすごい方なんですけど、野球選手の中で何がすごいってなると、あの人って大きい気がしないんですけど、でもそれが本当にすごいなってなるんで、山本さんもずっと怪我しなかったんですけど、晩年はね、怪我されましたけど、山本さんもすごい人だったな。すごい人です。なんかだったっていうとリアリティありますね。いやいやいや、でもすごいね。50までさ、マウンドの上で投げてるってのはね。すごいですね。本当にすごいですね。鉄人はでも岩瀬さんの鉄人。はい。鉄人っていう意味では岩瀬さんの鉄人。どんな風に？いやもう投げてる試合数がすごい。全然違う。鉄人です、あの人。じゃあいるわけですね、プロの世界に鉄人ってのいっぱい。いますね。鉄人になれるのになっていう選手もいるんじゃないですか。でも毎年新しい選手が入ってくれば、その選手を可愛がりながらも手を抜かなくて自分のポジションがないわけでしょ。そうなんですよ ね、 ね、それが厳しいな、プロの世界だな。そうなんですよ。はいはい、野村さん、今年の目標は、開幕1軍にいたいと思います。はい、開幕1軍にいたいと思います。はい、はい、拍手。でもやっぱりでも一軍じゃいないと話になるんだよね。そうですね、はい、全然違うね。違うと思います。やっぱり一軍だとやっぱりこういろんな試合に行くときにやっぱりね、全然吸収するものもあるしね。そうですね、もう交通手段が違いますよね。違う、はい、一軍の人はどう違う？新幹線の一軍はグリーン車で、二軍は指定席。泊まるホテルも一軍はいいホテル、2軍はビジネス。あ、違った、全然違うし、全然、はい、どんなことがついてるホテルでは食事はバイキングじゃん。そうですね、ケータリングで普通に用意されてる。おう、で、まあ、部屋が全然違うんだよね。ホテルね、全然違う。はい、そこら辺は差別して、でも差別した方がいいんだよね。やっぱりこう目標ができるというか、這い上がってくる気持ちになるじゃない。そうですね、アメリカはもっと違いますからね。もうメジャーの選手と、その1個下でトリプル A の選手とでは、もう日本の1軍2軍の差どころじゃないですか。そういうのはハングリー精神になるのもあるんですよね。なるほどね、はい、さあ、武藤さんは今年の目標は？今年は清江選手、はい、メディアみたいです。結果を気にせず、結果を気にせず、伸び伸びと伸び伸びと投げていきたい。はい、はい、まあ、今年あたり油が乗る頃じゃないの。まず腹周りはすごい量の油が乗ってんすよ。はい、乗ってた。やばいっすよ。はい、やばいっす。でもある程度こう乗ってた方がいいんじゃないこれ。そうなんですけど、でも監督に怒られてたわけですよ。でもちょっとこのキャンプで走らされまくって、腹筋をやらされまくってたんで、でなんか気づいたらちょっとシュッとしてますけど、なんかあんまりこう体脂肪があんまりないような形から体になっちゃうとさ、なんかあんまり持久力っていうかさ、持たない感じですけどな。ピッチャーはいるな、腹回りな。はい、じゃあピッチャーはここないとやったらダメなんですよ。ないと。そうなんです。これがある人の方が長持ちします。それなんか理由は？なんだよ、でもそうだ、みんなそうだ。エネルギーの蓄えです。エネルギーの蓄え、これってどうやった方じゃん。まあ、試合中走らなくていいもんね。野手は走らなきゃいけないんで、あんまり、なんかこれだとあれです。プロ野球って申し訳ないけどさ、なんかすごくこう、こう一塁スタンシーって走ってるじゃないですか。なんかすごく全力で走ってるようなイメージはないんだけどな。どうですか？ゲーム中は全力ですよ。いや、全力なんだけど、あの練習中とさ、あ、ランシングとか、それあれじゃないですか、ウォーミングアップの時にさ、まあ、あの高校の時でもあるね、なんかあの足揃えるやつですよね、ありますけど。だからサッカーなんか一日ずっと走ってるする雰囲気、イメージあるじゃん。あ、でも、そうです、ね、外野手だったら来ない時は一回もプライティングあるんでしょ。あ、あります、それあります。でも、これあれですよ、うん、打球が来なくてもちゃんと動いてますから。あの違うとこ飛んだ時にはそっちに動いて、はい、でどこカバー行くとか、はい、一応動いてるんですよ。お前一試合何もせんかったなって言われたりしますけど、あ、やっぱ意外と言うやつでも言うやつはいるんでしょ。それはもうね、絶対いるよね。それまあでもチーム内のが言いますよね。それお前なんかしてたっけっていう、はい、分かってても言いますけど、はい、まあ、意外と動いてる、はい、さあでも皆さんがね、考えてたのは今年は優勝でしょ。皆さんね、優勝、この白紙にどう答えます？ちょっと1個言っても、ね、僕らからさ疑問があるんですよね。
カチャ客来るって思う。頑張ってよ。ちょっと勝てば客が増えるっていうのが本当にイコールだったらいいなと思うんですけど。優勝。優勝。頑張って。イコールじゃない気がする。ダメよ。違う。でも勝っても負けても皆さん行くんでしょ。キャッチャー50試合以上行った人いますよ。絶対いないでしょ。ほとんどいないでしょ。いる50試合行くってほぼいるよ。あ、俺が一番行ったんじゃないかって出会ってください。何試合行きました去年。89。生活大丈夫ですか。生活大89でも嬉しいな。いや、すごいことです。本当にすごいと思います。89、はい、でもやっぱり行ってホームラン30本出ました。30本打つんだったらチーム変わらないと無理ですね。はい、ホームラン30本、まあ、ちょっと狭い球場にしてもらえればいいんですけど、はい、生ホームで30本打とうと思ったらブランコぐらいにならなくて。生ホームちょっとでかいですね。まあ、なんかやっぱお客さんいる方が試合ってこうテンション上がるのは確かです、はい、なんで来てほしいですよ。あ、お客さんね、お客さんが来たら勝てるっていう風な流れにしてほしいですね。あ、逆になるほどね、はいはいはい、大丈夫、打つときは打ちますから。ダメなときはダメです。正解。でもやっぱりそのぐらい打つ気持ちではいってるわけでね。もちろんです、もちろんです、はい、ね、じゃあまあ、トムさん、今日お集まりのお客さんに優勝宣言とやらなくても、なんか一言メッセージお願いします。いや、豊橋市民球場では本当にすごい人なんで、はい、選手も唯一のこの地方球場すごい楽しみにしてますよね、藤井さん。そうですね、もう楽しいでしょうね、豊橋に来るの。豊橋市民球場凱旋っていう気持ちになれる。はい、はい、凱旋、はい、やっぱり地元に里帰りみたいな。そうですね、はい、はい、豊橋の皆さんも名古屋ドームまでいっぱい来てください。はい、それはね、それでも、はい、じゃあ武藤さん、メッセージお願いします。そうですね、藤井さんとロモスさんと、みんなでヒーローインタビュー受けれるように頑張ります。ヒーローインタビューはかっこいいよな。さあ、やっぱりおめでとうございます。練習してみるか。武藤さん、おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。はい、さあ、今日はどこら辺で勝てるなっていう確信がありましたか。もう最初から、はい、勝てる。じゃあ今日お集まりの満員のお客様の前に、はい、今日のメッセージお願いします。はい、寒いけど頑張りましょう。結局寒いんかい。結局寒いのかい。はい、じゃあ特に少年野球ファンがいますんで、藤井さんからの地元の少年野球ファンにメッセージお願いします。豊橋出身のプロ野球選手がね、どんどん増えるっていうことを楽しみにしていますので、一生懸命頑張って、まあ、中日じゃなくてもいいんでプロ野球選手になれるように、ね、なりたい子になれるように努力だけ押します。頑張ってください。はい、プロ野球選手になりたいの？なりたいでしょ？こなされてるエキストラじゃないでしょ？大丈夫ですね、大丈夫ね。いや、あとあと持たされたんだよ、売れない球団500円のアルバイトで違うんですよね。じゃあここでですね、全員今年中日ドラゴンズが優勝できますように、藤井選手、野本選手、ね、武藤選手、頑張るぞ、おう、いいですか、頑張るぞ、おう、3回お願いします。それではご紹介お願いします。本年度中日ドラゴンズが優勝できますように、藤井選手、野本選手、武藤選手、頑張るぞ、抽選会などもありますので、また集まってください。